ぱりパンといったら山吹ベーカリーですな。サックサクのふわふわ、まさに職人技って感じだよね。毎日パンばっか食べててよく飽きないよね。それにしてもつぐみたち遅いな。約束の時間過ぎてるけど。つぐもひーちゃんもともちんもバイトが長引いてるって連絡来てたじゃん。もうランはほんとスマホ見ないんだから。前よりは見るようにしてるし、っていうかモカだってそんなに見ないじゃん。ふっふっふ。ところがここ最近のモカちゃんは違うんだな。なんとひーちゃんたちのチャットはもちろん、トウコちゃんの SNS だって見に行くようになったのです。何？どういう風の吹き回し？いひひ。実はちょっと前にトウコちゃんが、私が前から行きたいなって思ってたパン屋さんの写真をあげてたんだよね。それ以来ちょこちょこ見に行くようになったんだ。だからランがトウコちゃんと一緒にイベント出たこともチェック済みだよ。水臭いなあランってば。こんな楽しそうなイベント出るんなら私たちも誘ってくれればよかったのに。それは考えなかったわけじゃないけど、来たら絶対茶化すでしょ。そんなことしないよ。ランとトウコちゃん、そしてランパパの晴れ舞台を張り切って応援するだけだって。やっぱり言わなくてよかった。またまた恥ずかしがっちゃって顔赤いよラン。赤くないから。それでラン的に今回のイベントはどうだったの？トウコちゃんの SNS 見る限り大成功って感じだったけど。悪くなかったと思う。最初は全然うまくいかなかったけど、そのおかげで分かったこともあるしね。分かったこと？花との向き合い方っていうか、私が生けた花を見てどう感じてほしいかとか、なんとなくでしかなかった部分がはっきりしたっていうか、自分の中で整理できた感じするから。おお、かっこいい。いちいちからかわないでってば。むむ、これはモカちゃんの本心です。どうだか。モカ、私がイベントで生けた花は見た？見たよ。トウコちゃんが SNS に載せてたやつ超すごかったね。コメントもいい感じの反応が多かったし、会場の反応もかなり良かったよ。花をハート型に生けるのはトウコのアイデアなんだ。最初はハート型なんてって思ってたけど、案外悪くなかった。おかげで自分の中になかった新しい切り口っていうか、そういうものに触れることができたと思う。ふむふむ、なるほど。ランも楽しかったと。誰もそんなこと言ってないわけじゃないけど。素直でよろしい。 SNS からも楽しそうな雰囲気伝わってきたし、いけばな楽しそう、いいなって思う人ぐわーっと増えちゃうんじゃない？だといいんだけど。でもだからって私のスタンスを変えるつもりはないよ。今回のことはあくまで一つのやり方でしかないしね。いい刺激になったことは事実だけど、なんて言えばいいんだろう。ランの使える技が一個増えたって感じ？技？そっか、そういう言い方もあるかも。トウコと一緒にやることで私だけじゃ絶対にできない経験ができた。だからってトウコに合わせてやり方を変えるわけじゃない。父さんにも言われたけど、
今回の経験はきっと今後に生きてくると思うんだ。いつも通りの私の生け花にほんの少し違う視点を加えられるかもって。なるほどなるほど。それじゃあ次回はぜひメロンパン型でお願いします。人の話ちゃんと聞いてた？まあモカがわけわかんないのは今に始まったことじゃないけど、それにしてもこの感じあのさモカ、実は今回もう一つ収穫があったんだ。私トウコのこと苦手だって思ってたんだけど、それが案外平気かもしれないって分かった。おお、ランがそんな風に言うなんて珍しい。何何？何があったの？別に大したことじゃないよ。どっかの誰かさんに似ててすっごく適当なだけで根はいいやつだって分かったからかな。どっかの誰かさんって誰？私が知ってる人？さあね。さあねじゃないよ。ヒント、ヒントちょうだい。つぐみたち着いたみたいだね。私ちょっと出てくる。ラン、どっかの誰かさんって誰？ねえ教えてよ。マリナさん、こんにちは。こんにちは。この前オーラムシティでやったイベント大活躍だったみたいだね。え、なんで知ってるんですか？それはね、トウコちゃんの SNS で見たからだよ。トウコちゃんの積極性とランちゃんの静かなイメージがマッチしたイベントだったみたいだね。会場で見たかったな。ありがとうございます。自分でも結構うまくいったかなと思ってるので嬉しいです。まああそこにたどり着くまでが大変だったんですけど。そうなんだ、何かあったの？一言で言うと方向性の違いですかね。トウコはとにかく目立つために派手な空間作りを目指してて、奇抜な色合いの着物を進めてきたり、髪も盛ろうとかそんなことばっかり言ってきて、おまけに動画配信しようとか言い出してほんと大変でした。私はあくまでも生け花の厳かさを守った静かなイベントにしたいと思ってました。もちろん話し合いをしようとは思ったんですけど、あまりにも意見が噛み合わなくて、実は話し合いの最中に一度飛び出しちゃって。え、それは結構大事だね。はい、それでどうしようか悩んでる時にリミがトウコの SNS を教えてくれたんです。そこにはトウコがなぜ派手な演出にしたいのか、その理由がしっかり書かれてました。それ私も見たよ。トウコちゃんなりのいいイベントにしたいって気持ちが伝わってきたよね。はい、私トウコのこと勘違いしてたんですよね。目立ちたいからとにかく派手にしようって考えてる、そう思ってたんですけど、実際は違った。 SNS を見てようやくそれが分かったんです。だから謝ってもう一度ちゃんと話し合おうって思ったんですけど、トウコは全然気にしてなかったみたいで、マジでごめんなさいって軽く謝られて力が抜けましたなんだかトウコちゃんらしいね。ほんと困りましたよ。でも力が抜けたおかげか、お互いしっかり考えを話し合うことができました。なるほど、その話し合いのおかげでイベントも成功したってことだよね。だと思います。多分今回のことで気持ちは言葉にしないと伝わらないって改めて身に染みました。トウコみたいなタイプは特にですね。なんとなく分かってくれるような性格じゃないんで、まあ私も言葉にするのは苦手だからお互い様なんですけどそ
そこに気づけること自体がとても素敵だと思うな。自分ではちゃんと伝わってるって思ってても、実はすれ違ってたりして、本当難しいよね。はい。あ、なんか私ばっか話してすみません。今度マリナさんの話も聞かせてください。もちろん、いつでも声かけてね。ありがとうございます。それじゃあまた。